旅に出たら必ず見る夕日、訪れる国のどの場所から一番よく見えるか時間を調べていつも冒険するんだ。もちろん今日もカメラを持って車に乗って夕日を追う旅に出たよ。でもどうして夕日を追うのかって、多分僕は太陽が沈む数分間の空の輝きが好きなんだと思う。なんていうか生きてる実感っていうか今を感じることができるから。太陽は僕たちにそっと寄り添っていつも暖かく照らしてくれる。だから僕は世界中どこを旅していてもいつも夕日を追い求めるんだ。どうして夕日を追い求めるのか、みんなはどう？これはハワイの僕が見た夕日。